こんにちは、河辺真由美と三姉妹サニーの玄関先で届いた今日は第三種郵便物を開けたいと思います。よろしくお願いいたします。第三種郵便ということは、本とかそういう書籍ですね。ここがピロッと開いてますね。はい、何が届いたかと言いますとですね、これはあら、カニちゃん何が入ってるかな、じゃーん、12月18日の朝日新聞、ここにですね、私たちを紹介していただいた、はい、ここですね、ここに、サニーは載ってないですけど、うちにですね、朝日新聞さんが取材に来てくださいました。柴犬のルーツ、医師が絵本に、ゴーツの河辺さん、森岡さん、赤州犬物語、制作、戦争、伝染病、子孫らは苦難乗り越え、苦難越えということでございます。はい、これはですね、朝日新聞さんの、島根県の松江の方がうちまで取材に来てくださいました。ちょうど1ヶ月ぐらい前でしょうか。そして今回これが、掲載されたということで、でインターネット上ではもうこの日から見ることができて、私もインターネット上では、もう見させていただきました。はい、あら、どうしたの、カニちゃんは見てなかったの、ほら見てみ見てみ見てみ、これ石号もいるよ、石も、あ、サニーちゃんが乗ってないからねえ、あ、ちょっと今ムッとしてます。私はどうなってるんですかって、ごめんね、サニーちゃん、ねえ、これ仕方がないの、医師のお話だからね。サニーちゃんもよく医師のとこ行くでしょね、石像に医師ちゃんって会いに行ったよね、何度もね。はい、ということでございまして、あ、そうだ、ということはサニーちゃんはちょっとなんかおしゃれしようかね。はい、この記事はネット上でも見れますから、ネット上の URL を、この動画の下の説明のところに、貼っておきますんで、興味のある方がいらっしゃいましたらご覧ください。急げと言ってますね。はい、わかりました、急ぎます。はい、ということで、じゃあちょっと今日サニーちゃん、そうそう、もうそろそろですね。あ、朝日新聞さんありがとうございます。朝日新聞さん本当にね、よくご紹介いただいて、今年の夏にはですね、もうダーンとでっかく石郷の里を紹介していただいて、もちろん全国紙でですね、ガーンとやっていただきましたね。ね。はい、ありがとうございます。じゃあ、それでは、サニーちゃん、今日はですね、そろそろクリスマスですね。今日はいつですか ?12 月の21日。はい、21日。じゃあ、ちょっとサニーちゃん、サンタサニーにしますか。サニー用のもあるんです。これは人間用なんですけど、今日からちょっと毎日日替わりで、なんでか知らないけど、うちこういうのいっぱいあるんですね。で、それで、これサニーちゃん用じゃないけどね。サニーちゃん用じゃないよ。サニーちゃん、ちょっと、はいはい。ちょい待ち見たよ。はい。ちょい待ち、はいはい。ピッと。ワンちゃん用の本物もあるんですけど、今日はちょっとこちらのトナカイサニーちゃんにしたいと思います。はい、ということで、じゃあ私も、じゃあ今日私このシンプルバージョンでいきましょう。はい、サニーちゃん、サニーちゃんも似合うね。はい、サンタさん、なんかおばあさんさん、おばあさんとでおかしいですね、おかしいですね。あ、ちょうどメロディーも鳴ってまいりました。はい、じゃあ今日から、何日間かクリスマスまで、め、あら、何、今なんかちょっとずれてる。こう直したの、自分で。こうやりたかったね。はい。ということで、はい。正面見ますよ。はーい。ということで、今日もありがとうございました。サニーちゃんかわいいです。サニーちゃんかわいい、かわいい。サンタちゃん、正面見せて。はいはい。あらららら。ら、かわいいサンタちゃん、サニーでした。ありがとうございます。メリークリスマス。正面見て。メリー